どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットとかね、あとはリュックバッグとかをですねご紹介させていただいているチャンネルになっております。このようにですね再生リストもまとめさせていただいておりますので、ぜひですねクラウドファンディングに興味があるよとかですね、あとは、ガジェット系に興味があるよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。今回ですけども、一眼レフカメラおよびですねノート PC も入るワンデーお出かけ用のボディバピッツをねご紹介したいと思います。はい。で、商品というのがですねこちらになっておりまして、ちょっと若干大きいんですけども、この、商品になっています。クラウドファンディングサイトにおきましてですね、合計1500人以上から、支援を集めた、商品になっていまして、日本でもね第1弾のクラウドファンディングに関しましては、たくさんの方にね、ご支援をいただいた大人気商品になっています。で、今回このプロジェクトに関しましては、プロジェクト終了後も、多くの問い合わせをいただいたところからですね、好評につき第2弾として作らさせていただいた商品になっていまして、キャンプファイヤーで、現在ね2種類のサイズで展開させていただいてます。販売しております。今回のこの商品なんですけど、特徴が4つございまして、まず1つ目なんですけど、ワンショルダーの多収納、ボディバッグっていうところで、結構ね物がたくさん入る形で、で大小様々なポケットでアイテムを直感的にね、こう整理できる設計になっているので、整理が苦手だよっていう人も、結構使いやすいと思います。でさらには、軽いけどアイテムがかなり入るっていうところで、1日のお出かけにはもちろんのこと、まあね最近リモートワーク結構皆さん多くなって、中でもちょっと時々出社しなきゃいけないっていう人いらっしゃるじゃないですか。だけどその時のためにわざわざリュック持っていくのもなっていうのもあると思うんで、そういうね、たまの出社の時に、対応できるような小型なバッグになっています。でさらにはシンプルスタイリッシュなデザインが魅力となっているので、ぜひですね内部のところに関しても皆さんねじっくり見ていただければなと思います。そして最後がガバッと開けてカメラもすぐに出せる、すぐ撮れる構造になっているので、ハイキングとか山登り、そういった時に、結構便利になってくる商品ではないでしょうか。はい、それでは早速ね商品の方を見ていきたいと思います。見ていきましょう。こちらがですね今回ご紹介するバッグになっています。こちらね BP202 という商品になっていまして、ちょっとねスペックの方をまずご紹介させていただきましょう。ちょっと BP201 に関しては今回サンプルもご提供がないので省略させていただきます。サイズとしては縦22、横14、高さ38センチという形になっております。で容量としてはですねこちら、10リットルまでになっておりまして、プラマイ 5% ぐらいと考えていただければなと思います。で、収納可能な PC サイズとしては、約 15.6 インチまでこちら PC は収納可能でして、PC ポケットがですね、こちら、サイドの方のここの後ろの部分にあるといった形です。で、収納可能なタブレット型番としては、iPad シリーズだけのちょっと記載にはなってしまうんですけど、iPad mini 4とか、あとはですね、iPad Pro の 12.9 インチ、こういったものもですね、一応入れることは可能なので、で結構ね大きい PC とか、タブレットを持ち歩きたいよっていう人にも対応できるバッグです。はい。で、一応ですね収納可能なカメラレンズサイズとしては、カメラとしては一般的な一眼カメラ、いわゆるですね、キャノン 600D とかあそこら辺のカメラであれば全然入ります。でさらには、レンズとしてもですね2つのショートレンズ、直径8センチぐらい、あとは高さ16センチ以下っていうものであれば全然入るので、望遠とかもですねあまり重たすぎる望遠じゃない限りは大丈夫でしょう。こちら一応付属品としてはショルダーストラップと、あとはねこういった固定用のバッグくる、あとはストラップ、あと、衝突防止のパーティションとか、あとそういったものがついております。あとはね、素材の面なんですけど、外側のところがプレミアムナイロン使っていて、中のね素材に関しては120デニールの、ハイデニムポリエステルとかも使われており、さらにはですねマイクロファイバーレザーとか、そういったものもこういったハンドルのところに使われています。で、ファスナーも一応ですね先ほど見たらですね YKK を使われていまして、結構ね素材としてはいいでしょう。で、荷重としては5キロ、落下高さ20センチ、連続落下試験400回にも合格しているので、結構ね、品質性としては高い、バッグになっています。まあ、必要機能に合わせてですね、まあ、2つのモデルを用意しているので、まあ、2つのバッグ同じ機能デザインにはなるんですが、BP202 にはノートボックが入るので、ビジネスマンの方だったら202をご購入された方が、まあ、損はないかなっていうふうに思いますね。こちらの、バッグ BP202 は、コンセプトとしては、都会を警戒
外に歩き、近場に旅行したり、たまの海外旅行にすべて持っていけるようなバッグの必要条件をね、考えた上で、開発されました。まあその中で一番ね、やっぱキーポイントとして挙げられているところで言うと、まあ携帯電話とか、あとはキーパッド、あとは財布、充電ケーブル、モバイル電源などの、アイテムがですね、スマートに収納でき、さらにはですね、そして軽量でかつ形収納の性の良い、ショルダーバッグであることが大前提として挙げられまして、まあそういったところをね、すべてね重視して作られているので、結構ねそれぞれの、まあ設計がちゃんとされております。はい、で毎日ね、使いたいと思うような、まあ、ショルダーバッグになっているのでですね、ぜひ皆さんね、これからですね、それぞれの収納部位っていうのをご紹介させていただくんですけど、ちょっとね、そこら辺のところ、自分だったらこう使うなとか、自分だったらこういう風に使いたいなっていうのをね見ていただいてですね、支援の方をしていただければなと思います。僕的にはこれサイクリストにも結構おすすめだと思っていて、まあこういうね、付属のねケーブルもあるので、これを使っていただいてですね、サイクリング時にですね背中にずっと固定してあげるっていうのも全然使えると思うので、ぜひですねサイクリング興味あるよっていう人もねこれ最後まで見ていってください。で、こちら一応ですね、BP202 としては、まあサンプルにはなるんですけど、これぐらい、物を収納することが可能になっています。カメラ、カメラのレンズが2本、そして充電器、あとはパソコン、財布、携帯電話、ペットボトル、サングラス、鍵、その他諸々っていうところで結構物入ってるんですよ。うん、なのでね荷物が多い人にもですね結構おすすめだと思います。はい、ちょっとねそれでは、それぞれの、バッグのですね収納、箇所についてですねいろいろとご説明できればなと思います。まず最初、表面部位に関しましてなんですけども、こちらがねメインポケットへつながる、まあ、ファスナーです。で手前にあるのがここがね、上側の部分がファスナーポケットになっていて、まあこういう感じでね、ベロンとひくっていただいた内側ファスナー付きのポケットで1個こういうねミニポケットがあり、下側の部分に関してが、U 字型のファスナーポケットで、まあ同じくですねここにも、ファスナーのポケットがあって、こういう感じでね開いていただくとまあポケットになっていますよ。こちらも一応ね、ペンが2本ぐらい入るぐらいかな。うん、それぐらいの、まあ、ポケットになっていて、まあ、どちらもですね、細々した小物を入れておくには便利かなとは思います。はい。で、さらには、こちらなんですけども、サイドの方にですね、このように USB ポートがございまして、ワンショルダーを背負ったままですね、ここに、まあ、ライトニングの USB、のケーブルを挿せばですね、充電も気軽にできますよっていった、まあ、ギミックが搭載されています。これね、結構ね、搭載されているのを最近多くなってきていて、僕自身もねこういう、ギミックを搭載したバッグ使ったことがあるんですが、結構ねやっぱこう充電の時便利ですね。いちいちモバイルバッテリーを出さなくていいし、まあモバイルバッテリーをこれに繋いで充電しとかなきゃいけないっていうところもまあねデメリットあるんですけども、まあそれでもですね中でこういろいろとこうバッテリーを探す手間は省けるので、結構僕としてはこれ使いやすい、ギミックだと思っています。あとはですねこの後ろの部分がノート PC を入れる用の部屋になっていて、まあ、開くとですねこんな感じになってるんですよ。はい、で一応これ結構ね複雑な構造にはなるんですけど、カバーになっていて、こうカバーをね開けるとここにパソコン入れれるって形で、僕の普段ね使ってる仕事用のパソコンでこのレッツノートっていうのがあるんですけど、レッツノートもここに、軽々こういう感じでね入ります。はい、で、ここに入れていただいたら、こういう感じで閉まっていただけるかなと。一応パソコンをですね、こういう感じで、まあちょっとね、変な形には見えるかもしれないんですけど、バッグからちょっと若干飛び出た感じで、こういうカバーケースを上から被してあげて収納するっていうことができます。はい。なのでね、ちょっとね、パソコンを収納すると、この形からちょっとはみ出てしまうので、若干ね、みすぼらしくは見えるかもしれないんですけど、まあ一応ですね、ほんと、1日2日ぐらいの出社ぐらいだったら、ほんとこれ便利な機能ではあるかなと思いますね。はい。で、その他の、まあ、機能としてはですね、こちら、サイド側を見ていただくと、こちらね、サイドファスナーポケットがありまして、このサイドファスナーポケット開いていただくと、ここの部分がね、ビヨーンと伸びるようなネットになっています。なので、ここにね、ペットボトル入れていただいてもいいですし、あとはですね、まあ、このバックルを使っていただいて、小型三脚、まあ、こういった三脚をですね、ここに、繋いでいただいて、
ここでギュギュッとしてあげればですね、ね、カメラ旅行の時にも結構便利な形にはなると思います。はい、その他部分で言うと、後ろ側になるんですけども、後ろ側に、まあ、ショルダーストラップが、このようになっていてですね、ここに、スマホをね、間にかましてあげればですね、ここ吸盤になっているので、肩にね、スマホを固定して持ち歩くことができたりとかですね、あとは、ここの部分に一応シークレットポケットがあるので、まあ、ここにですね、イヤーポーツとか、そういったものを、つけてあげればですね、まあ、ランニングとか散歩の時に、ちょっと聞きたい時だけ、中にから取り出して、で、ケースはここの中入れてあげるとか、そういったね、運用方法もできるので、結構ね、便利だとは思いますね。はい。で、先ほどね、お見せした、この、肩紐に関してはですね、ここの、D 缶に、つけていただいて、ボディの方にもですね、このように同じく D 缶があるので、ここにね、もう片方をつけてあげれば、背中でね、ぎっちりと固定できるギミックにもなるので便利だと思います。で、もしこれ使わないよっていう場合は、これ取ってあげて、こっち側だけつけてあげてですね、ここの部分にサングラスとかそういったものをつけてあげてもですね、結構便利だとは思うので、そこら辺ね、使い方は無限にあなた次第ですので、ぜひですね、工夫して使っていただければなと思います。さらにはですね、これ背中部分に一応ね、深めのシークレットポケットも入っているので、まあ一応ですね、ここにパスポートとかそういったものも搭載できますね。で、あとここにね、一応ベルトみたいなものもついているので、まあ、スーツケースの、取っ手で、わりかしこの手のひら一個分ぐらいですね、それぐらいのものであればかけておくことも可能です。はい。で、メインコンバーターの方をちょっと見ていきましょう。メインコンバーターとしてはこんな感じになっていて、一応付属品でね、こういうね、カメラを入れるための仕切り板がついてきています。はい。一応この仕切り板自体は2枚ありまして、中はね、これぐらい結構ガボッと広いんですよ。で、この表面の方にファスナーが1個あるので、まあカメラバッグとして使う場合、ここにね、SD とか入れてあげると結構僕としては便利じゃないかなと思います。で、一応ここにね、USB の線が、入っているので、ここにね、モバイルバッテリー挿して、中にモバイルバッテリー入れてあげると、先ほどのね、外側の、ここの部分から充電とかもできるので、まあ、充電したいよっていう方はここにね、ケーブルを、の先にモバイルバッテリーつけてあげるのもいいでしょうね。はい。で、カメラバッグとして使う場合は、これを、この今、フェルト生地っぽくなっているところじゃないですか。ここに、ひっつけてあげるっていうところで、例えば、こういう感じでね、ひっつけてあげて、もう片方のこっちもね、これが長方形になっていて、で、下にこう長方形が行くような形でつけてあげれば、カメラバッグとして、こういう感じでね、まあ蓋付きのカメラバッグとして出来上がったので、まあここにね、カメラレンズとかを入れてあげればいいかなと思います。ちょっとね、近場のレンズで言うと、これタムロンの中望遠ぐらいですね、まあいわゆる 28mm、200mm ぐらいなんですけど、それであれば普通にね、こういう風に、って入れてあげてもまだ1個分ぐらい余裕あるぐらいなので全然ね持ち歩き楽だと思います。もちろん大きいレンズでいくと持ち運べるっていうことで気になると思うんで、こういうね、望遠レンズ、いわゆるこれマイクロフォーザーズの50mm、200mm のレンズなんですけど、これもね縦に入れるとこれぐらいでちょうどすっぽり入るぐらいなので、これぐらいのレンズだったらね余裕で入るので、まあ持ち歩き便利かなっていう風に思います。はい。なので、まあカメラは持ち歩きたい、なおかつ PC は持ち歩きたいという人はですね、このバッグかなり便利かなっていう風に思います。はい。装着感としてはこんな感じになっていまして、170センチの僕がつけてもですね違和感がないと思います。で、今結構ね荷物いっぱい入れてるんですけども、それでも結構重たさは感じず、ただやっぱリュックよりはですね、ワンショルにはなっているので、ちょっと片方の肩にこう荷物の重たさが来るので、ちょっと左右両方の均等ではないっていうところではちょっと若干ね肩こりにはなりそうです。ただ、まあ結構ね通気性のいい生地を使っているので、
か、背中もブレなくてですね、結構僕としては街ブラちょっとするぐらいだったらこれでもいいかなっていう風に思いました。でやっぱりこの、肩紐の、部分にここのね、プラスワンでベルトをつけてあげると安定性がすごい強まるので、こうブラブラしないっていうところは結構いいなって思いましたね。で着脱もですね、このような形で D カンをキュッて外せばいいので、結構ねスムーズにできます。で、物取り出しやすいよっていう時はね、こういう風に前に持ってきてあげて、こういう風にねファスナー開けて中の物を取り出すっていうのができるので、結構そこは便利ですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあトータルで見てコストパフォーマンスすごい高いバッグかなっていう風に思いました。まあカメラだけではなくね、 PC 用バッグとしても使えるっていうところは結構でかいですよね。でさらにはですね、こう大きなレンズなどを持ち歩くっていうのも、結構できますし、替えレンズっていうのもいくつもね、入るっていうところではカメラバッグとしても全然優秀だと思います。使ってみてですね、ちょっと分かった、メリットデメリットのご紹介なんですけど、メリットとしてはですね、ちょっとした Vlog 移動には最適かなと思いました。最近僕がね、使っているこの ZV-10 なんですけど、でやっぱりレンズがね結構いくつか必要になっていて、僕が普段これつけてるのは 10mm および 24mm のレンズなんですが、やっぱりちょっと望遠撮りたいなって時もあるので、望遠レンズもね本当は持ち歩きたかったりするんですよ。だけど、やっぱり望遠レンズ持ち歩くためにわざわざねこうリュックもちょっとめんどくさいっていうところで、まあそういう時にねこういうバッグがあれば、まあカメラとねレンズをそのままポッと入れるので、結構僕としては便利だなっていう風に感じました。でさらにね、まあファスナーがこう止水ファスナーとかもね全面使ってたりとかもするので、まあサイド面に関してはね止水ファスナーではないんですけども、一応ね、まあ軽い雨だったら染み込みにくいような形のファスナーにもなってるので、まあガジェット類を守るっていう点でも結構僕は素晴らしいんじゃないかなとは思っています。でデメリットってところなんですけど、ちょっとやっぱりワンショルダーなので、やっぱリュックに比べるとちょっと若干重い荷物を入れすぎると肩が凝るかなっていうところで、あとは、カメラバッグのねここのね、メインコンバーターの部分なんですけど、やっぱりね、ガボッと開いて取り出しやすいのは取り出しやすいんですが、カメラバッグとしてはやっぱこう180度開いた方が僕的には、使いやすいかなっていう風に思ったので、ここがちょっとね、若干の残念ポイントではあるんですが、まあ取り出しにくいってことは一回もなかったので、まあここに関してはねご自身がねどこまで許容できるかなっていうところだと思います。で、こんな人おすすめですよっていうところなんですけど、こちらね最近 Vlog 始めたけどレンズを持ち歩くと、必然的にバッグが大きくなってしまったっていう人は、ぜひですねこちらバッグ一回、使ってみてはいかがでしょうか。でこちらね非常にねリュックと比べてもコンパクトですし、なおかつですねこう考えられた設計をしているので必要なものっていうのは全部入ります。なので結構ねおすすめの、バッグになっています。でさらにねこの普段の会社用のバッグをねちょっと小さくしたいよっていう人もですね、こちらね、先ほどお見せしたように PC も難なく入る形になっているので、ぜひご検討ください。はい、それではですね動画の方は終了させていただきます。こちらまだねクラウドファンディング実施中ですので、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー